綺麗ではあるんだけど、掃除しても掃除してもキリがないわね、これは。いい加減諦めた方がいいのかしら。でも中途半端なままやめるなんていうのも許せないのよね。植物相手に勝つも負けるもないんだけどね、私って完璧主義というより負けず嫌いなのかしら。それにしてもこんな色の花が咲いている木なんてあったかしら。風に乗って飛んできているにしても本体はどこにあるの。あれ、もしかしてこれって空から降ってきている。ああ、こんにちは、審査員様。やっと気づいたんですか。どうしました、そんなに驚いた顔をして。面白い顔ですね。ピンク、あなた、そんなところで何をしているのよ。何って、飴細工の花をたくさん摘んできたので花びらを撒いていたんです。綺麗でしょ。あなたが原因だったのね。綺麗かもしれないけど掃除の邪魔よ。花びらを巻きたいならどこか別の場所でやってくれない。ここでやられると迷惑なの。他の場所だと楽しくないので嫌です。俺は延々と花びらを掃除するあなたを見て楽しんでいたいので。俺が何度花びらを巻いても気づかずに掃除し続けて、あまりにも無駄なことを繰り返すのでとても楽しかったです。ただの嫌がらせじゃない。こんなことして何が面白いって言うのよ。だから気づかず無駄なことを繰り返すのが面白いんです。人間ってどうしてそんなに愚かなんですか。ああ、でもそろそろ気づかれなさすぎて楽しくなくなってきたところでした。だからようやく気づいてくれてよかったです。私は全然良くないわよ。いや、ずっと気づかないまま掃除する羽目になっていたよりは良かったかもしれないけど、とにかく私は今掃除をしているんだから。気づかれて満足したのならもう帰ってもらえる。嫌です。せっかくあなたの家まで来たのにこのまま帰ってしまうなんて楽しくない。そうだ、これから俺たちと遊びに行きませんか。俺たち？あなた以外にも誰かいるの？ピーターもあなたと遊びたいと言っていましたよ。それにピーターがいればティンカーも来るでしょうね。みんなで空を飛びませんか。ピーターがとても大きなコットンキャンディーの雲を見つけたと言っていたんです。悪いけど遠慮しておくわ。掃除がまだ終わっていないし、この後洗濯もしないといけないもの。私は忙しいのよ。遊んでばかりいられないの。マイケルとは遊ぶのに、俺たちとは遊べないんですか？え？妖精の時といい、この前といい、どうしていつもティンクに会っちゃうのかしら。マイケルは弟だからいいのよ。家族だもの。あなたたちとは違うわ。家族だと一緒に遊べるんですか。他にもいろいろ面白いことができます。面白いかどうかはともかく、家族なら一緒に過ごす時間が自然と多くなるものでしょ。あなたとティンカーだってそうなんじゃないの？なるほど、そうですね。ティンカーとは他の妖精よりも一緒に過ごすことが多い。それじゃあ、あなたも俺たちの家族になるというのはどうでしょう。そうしたらみんなで楽しく遊べますよね。は？何を言っているのよ。家族なんて簡単になれるものじゃないでしょ。そうなんですか？でも、あなたと家族になったら楽しそうだと思うんですけど、ちょっとくらいならいいと思いません？
ちょっとだけ家族になってみましょうよ。家族になるのにちょっとも何もないわよ。どこまで本気なんだろう、この妖精。おっちゃん、危ないですね。何？どうしていきなり本が落ちてくるの？誰よ、こんなもの投げたのは。当たったら危ないじゃない。今のあなたの驚いた顔、面白かったです。もう一度やってくれませんか？次はもっと笑えるように。誰がやるか。おい、マイケル、僕の本を外に投げるとはどういうことだ。別に、ちょっと手が滑っちゃったんだよ。マイケル、やけに不機嫌そうな声ね。どうしたのかしら。嘘をつくな。手が滑って本を外に投げるなんてことがあるはずないだろう。うるさいな。こっちの世界ではあるんだよ。触ると手が滑るようになる植物っていうのがあってさ、昨日うっかりそれに触っちゃったんだ。だから手が滑っちゃって大変なんだよ。え、本当？大変じゃないの。って冷静に考えればそんなわけはないわよね。意見だからって適当なこと言ってるわね。そんな風にしていたらジョンにもっと怒られるわよ。マイケル、お前というやつは。ほら、やっぱり。どうしてもっと早く言わないんだ。そんなに手が滑るなんて大変だろう。この子、将来大丈夫なのかしら。だからいつもおかしな植物には触るなと言っているんだ。待っていろ、僕は兄として必ずお前を助けてやるからな。ひとまず医者を呼んでくる。マイケル、お前は安静にしているんだぞ。姉さん、聞いてくれ。おかしな植物のせいでマイケルが大変な重病に侵されてしまった。手が滑る病。あの姉ちゃん、そんなのどうせマイケルの嘘なんだから。こうしている場合じゃない。一刻も早く医者を呼んできてやらないと。そういうわけで姉さん、僕がいない間マイケルのことを頼む。ちょっとジョン、私の話を聞いて。そんなの嘘なんだって。見ましたか、ジョンのあの慌てた顔。いや、とても面白いものが見られました。笑わないであげてよ。本人は真面目なんだから。それにしてもマイケルってば、なんてことをするのよ。窓から本を投げた挙句、ジョンの兄心をもてあそんで。きっちり叱ってやらないと気が済まないわ。そういうわけでティンク、私はマイケルのところへ行くわね。仕方がないですね。残念ですが、面白いものが見られたのでよしとしましょう。今度は俺やピーターとも遊んでくださいね。では失礼します。マイケル、どういうつもりなの？窓から本を投げるなんて。別に、ちょっと手が滑ったんだよ。バカなことを言わないで。そんな言い訳、私には通用しないわよ。本は投げるものじゃないわ。もし当たっていたらどうするつもりだったのよ。危ないでしょ。姉さんに当てるつもりはないから大丈夫。
危なくないって。そういう問題じゃないわ。本を投げること自体とてもいけないことなんだから。もうなんでこんなことしたのよ。どうしてそんなに不機嫌なの。何か理由があるならちゃんと言いなさい。ストレスをためておくのは良くないんだから。だって姉さんとティンクが一緒にいるのが見えたから。俺は姉さんを守れないけど、だからってティンクと仲良くしないでほしい。え？守れないって？この前のことだよ。湖の水かさが上がって二人で溺れそうになった時、俺は何もできなかったけど、ティンクは姉さんを助けられた。それがすごく悔しいんだ。そんなことまだ気にしていたの？私もマイケルも無事だったんだからよかったじゃない。よくない。俺はずっと気にしていたんだよ。俺だって姉さんを助けたかったのにさ。そりゃ俺は姉さんが幸せならそれで、そう思っていたけど、でもやっぱり。何を言ったのかよく聞こえなかったわ。でも本気で落ち込んでいるみたいね。どうしちゃったのかしら。様子がおかしいわ。バカね。私はいつもマイケルに助けられているのに。あなたの明るさがあったから私はここでやっていけているのよ。もしあなたがいてくれなかったら私はめげてしまっていたかもしれない。あなたが私を引っ張ってくれるから私も頑張ることができるの。私は今までずっとあなたの明るさに助けられてきたのよ。いつも笑顔で大丈夫だと言ってくれた。いろんなところに連れて行って私を笑顔にしてくれた。本当に嬉しいな姉さん。俺が姉さんの力に慣れているのなら嬉しいよ。でも俺は姉さんがいてくれるから明るくなれるんだ。私がいるから？そう。姉さんはいつも俺たちのために美味しい料理を作ってくれる。家に帰ればお帰りなさいって迎えてくれる。そんな姉さんに笑っていてほしくて、だから俺は明るくなれたのよ。俺は姉さんのことが何よりも大切だよ。そんなセリフ、なんだか告白されているみたいじゃない。何バカなことを考えているのよ。私はこんなの家族のスキンシップよ。スキンシップ。そうよ、意識するようなことじゃないわ。マイケルが抱きついてくることなんてよくあることじゃない。ヨーヨー族のところに行った時にも思ったけど、やっぱりこの子ってシスコンなのね。な、何？これもスキンシップなの？抱きつくだけならともかく、これはちょっと変じゃない？
ちょっとマイケル、そろそろいいでしょ。ひどいよ姉さん、いきなり突き飛ばすなんて。うるさいわね。あなたが変なことをするからでしょ。兄弟のスキンシップにしてもちょっと度が過ぎているんじゃない。それは何、姉さんそんなに嫌だったの。嫌とかじゃなくておかしいでしょ。私とあなたは兄弟だし、もう子供でもないんだから。あなたその年の男の子にしてはスキンシップが過剰なんじゃないの。まったく、いつまで経っても甘えっ子なんだから。抱きつくだけならともかく、頬に触れたりして何かしたいのよ。ただ触れられただけだけど、いきなりだからびっくりしちゃったじゃない。別にちょっと手が滑ったんだよ、なんでもない。手が滑ったって、あ、そうよ、元はといえばあなたが本を投げた話をしていたんじゃない。いくら不機嫌だったからといって本を投げるなんて許されないことなんだからね。もっと反省しなさい。はいはい、分かっているって。もうしないよ。反省の色が感じられないわよ。おまけにジョーにおかしな嘘までついて、あの子ったら信じちゃっていたじゃない。マイケル、いるか。ジョン、一番近い医者まで行ってお前の症状を説明したんだ。だが手が滑るような病気なんてないと言われてしまった。そりゃそうでしょうね。つまりだな、これはとても言いづらいことではあるんだが、お前の病気は新種の奇病だ。そうくる？だけど安心しろ、僕が勉強して必ずその病気を解明し治療法を見つけてみせる。僕は勉強は得意だからな。待っていろマイケル、お前のことは僕が治す。あなたがついた嘘が原因なんだから、あなたが何とかしなさいね。俺今ものすごく反省しているよ。反省っていうか